セントラルパークノースと5番街、リンカーン、共生施設フレデリック・ラグラス・サークル・ブロードウェイから、リバーサイド・パークに向かって、西110丁目沿いに西を見た眺め110丁目は、ニューヨークシマンハッタン区を走る通りである。この通りは一般に、ハーレムとセントラルパークの境界として知られ、このセントラルパークと接する区間は、セントラルパークノースとも呼ばれる。セントラルパークより、西の区間は、 カセドラルパークウェイとも呼ばれる。110丁目は1番街とマディソンアベニューの区間では、東行きの一方通行であり、マディソンアベニューから5番街の短い区間では西行きの一方通行である。5番街より西の区間では両方向通行となり、道幅もその東の区間よりも広くなっている。110丁目と5番街の交差点は、浅い円形劇場風のデューク・エリントン・サークルと、 なっており、デューク・エリントン像が建てられている。1997年の公表によると、この像は彫刻家のロバート・グラハムによる作品で、高さ25フィート、ミューズ、9体のラゾー・カリア・ティードが、グランドピアノとデューク・エリントンを頭で支えているようになっている。デューク・エリントンサークルゾいイには将来、アフリカンアート美術館が立地することになっている。セントラルパーク、 ノースの区間には数ブロック周りの新しい高級コンドミニアムとは著しく不釣り合いなリンカーン共生施設が一致している。110丁目とセントラルパークウエスト及びフレデリック・ダグラス・ブールバードとの交差点はフレデリック・ダグラスサークルとなっている。モーニングサイド・パークの南端は西110丁目のマンハッタン・アベニューとモーニングサイド・ドライブの間の区間と接している。 セントジョンザ・ディバイン大聖堂の中庭の南端は西110丁目と接しており、この区間を含むモーニングサイドドライブからアムステルダム・アベニューの間はカセドラル・パークウェイと呼ばれている。110丁目の西端はリバーサイド・パーク手前のリバーサイドドライブである。5番街より東の96丁目、モーニングサイド・パークより西の125丁目、 およびその間の区間の110丁目は、マンハッタン内の住人の貧富、階級、人種を分ける境界線であったが、近年ではこれより、北のエリアでも高級化現象が進んでいる。セントラルパークノースは西110丁目のセントラルパークの北端に接する区間である。この区間の西端は、セントラルパークウエスト、東端は5番街である。セントラルパークノースは、 レノックスアベニュー及びアダム・クレイトン・パウエル・ジュニア・ブールバードの南端となっている。21世紀の最初の10年間でセントラルパークの眺めを売りにした不動産開発が大規模に行われた。2003年マンハッタンを拠点とするデベロッパーアテナはこの通り沿いの不動産物件を買収した。そのビルにはセントラルパーク・サウスのおよそ半値で セントラルパーク沿いに住めるニューヨーカーのためのチャンスの売り文句がつけられた。セントラルパークのお裾いの生まれ変わったハーレムは、マーシャゲイ・ハーデン、EN、マヤ・アンジェルやカリーム・アブデル・ジャバーのようなセレブたちを引き付けた。新しく竣工したそのビルは20階建てで48の居住ユニット9500の1階の小売りスペース、および48の駐車スペースを備え、 各ユニットにはセントラルパークの眺め付きであった。ジョージ・ガーシュウィンは110丁目とアムステルダム・アベニューの北西の交差点のアパートに住んでいた。この場所で有名なラプソディ・イン・ブルーは生み出された。また、アーサー・アミラーが子供時代にそこに住んでいた。かつて存在した高架 i RT9 番外線の110丁目駅はその高架の高さから有名な 飛び降り自殺スポットであった。現在、ニューヨーク市地下鉄の駅が4駅110丁目沿いに一致している110丁目を走るまたバスは M2、M3 よび M4 路線である。ありがとうございます。